ばんは、イヤホン TV のお時間です。はい、この番組は毎週金曜日夜8時からまるっと1時間イヤホンや血統のことばっかり喋っている情報番組です。私がパーソナリティの谷美久です。よろしくお願いします。お願いします。はい、あ、こっち行けますか、はい、こっち、こんにちは、イヤホンヘッドホン専門店イヤホンのほとんど YouTuber のハムちゃんです。今日は、ワイプの方からお邪魔しようと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。言ってもね、近くにいるんですけどね。はい、まあ、本日はゲストの方々に来ていただいています。ちょっと自己紹介の方お願いしてもいいですか。あ、どちらからでも。はい、私から、ナイコム株式会社営業担当しております小津と申します。よろしくお願いします。小津さん、よろしくお願いします。はい、あ、私ナイコム株式会社の代表をしております鎌塚と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今日はナイコムの方々が来ていただいてます。はい、皆さんこんばんは。どうですか、まさかのワイプ笑ってきてます、ね、声小さいですか。声小さい、もう大丈夫ですか。イヤ TV 初めて。そうですね、初めてですね。はい、ちょっと緊張してます。初めてですね。ナイコムとして初めてです。はい、ありがとうございます。こんな感じなんですけど。めちゃめちゃ投げやりな質問。いい、いや、なんかいつも見てて面白そうだなと思って。あ、ありがとうございます。面白そうだ。はい、どの回を見られたんだろうかって感じですけど、最近だと須山社長のフィットイヤーの須山社長の回とか、はい、個人的にちょっとお付き合いがあったので、うん、拝見させてもらってたりして、あの、面白かったです。ありがとうございます。須山さんの回ありがとうございます。どうですか。どうですかって何ですか。結構これ、ね、機材とかがっつり機材ちゃんとしてる、ちゃんとしてるって言ったらあれですけど。そうなんですよ、ちょっとね、びっくりしますね。ほんとちょっと前まではこうカメラ、ビデオカメラみたいな一枚ポンって置いて、こう照明バンって当ててやってたんですけど、ここ数回でだいぶレベルアップして、さらにワイプがついてっていうことで。そうですよね、はい、今日はちょっと4人なんで、こう席の関係上浜田さんがこういう感じになっております。これね、でもワイプがね、あの、あるね、なんていうの、メリットがあって、そのヘッドホンを近くで見せれるっていうね、メリットがあるんですよ。本当だ。ピンときてる？あ、来ました、来ました。と、はい、いうようにですね、このように、今日はこのヘッドホンのね、ご紹介をさせていただくということなんでございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、まあ、早速こうテーマについてお伺いしていきましょう。していきます。お願いします。はいはい、弊社取り扱いのですね、グラドのですね、新製品の方本日ですね、ご紹介させていただければと思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、グラド、グラド、グラドですよ。グラドですよ。グラドご存知かと。そうですね、1953年です。新素で、すごい、60年以上っていう感じですね。60年にもなる。そうですね、8年で、まあ、後々に言うけどね、あのナイコムチャンネルもできたんよ。あ、そうそうそう、めちゃめちゃしょっぱなにこれはあの後半で多分出ると思う。ナイコムチャンネルについてはね、急遽、はい、急遽ね、昨日ですよね、出来上がった。え、めちゃめちゃ急。昨日私作ってナイコムチャンネル、え、見ます。何をやろうかなって、ね、あのあれですよ、あの例のあの動画が公開されてるんですけど、それをもうリツイートしようかと思ったけど、あのでも多分今日でやるんやろうなと思ったから、リツイートせずに我慢して今日を迎えてるんで。ありがとうございます。楽しみにしたいと思います。楽しみにしたいと思いますね。はい、まあ、じゃあちょっとグラド、まあ、初めイーヤ TV だと初めてなので、うん、まあ、グラドとは何ぞやといったところを紹介させていただければと思います。お願いします。はい、じゃあ次のスライドお願いします。はい、グラドラボはですね、ブルックリン、ニューヨークで拠点としております、ヘッドホン、ブランドでございまして、もともとカートリッジをあの作って、レコードのカートリッジですね、真ん中の上のもと、はい、まあ、カートリッジの中でもなかなか珍しいウッドハウジングのカートリッジを、まあ、最初はあの一番左上のジョセフ・グラドがですね、あのキッチンの作業スペースみたいなところからスタートしまして、で、まあ、53年
頃そちらスタートしまして、で2代目のジョン・グラドになって、でそこからヘッドホンを作り始めたといったところですね、うん、はい、で今その息子のジョナサン・グラドも、副社長ですかね、うん、っていう、まあ、オーディションで、まあ、3代かグラド系3代でやってるブランドでして、まあ、あと、まあ、全部すべてハンドメイドで作ってるっていうのも、はい、かえって特徴的なブランドですね、はい、グラドさんなんですね。グラドなんです、はい、次のページ、次のページ、はい、でこれが実際グラドのラボなんですけど、そうですね、グラドのラボなんですけどあの、はい、まあ僕はそうですね、5回ぐらいはあのグラドのラボには実際訪れて、まあこのまあ日本の状況であるとか、そのどんな製品新しいのを作るのかとか、そういう話し合いをしにあのニューヨークまで行ってお話しすることあるんですけれども、本当実際これが本社なんですね。本社のあの落書きがいっぱいしてあるあの下の鉄扉から入って、はい、その塔とその右側向かって右側の塔が、はい、いわゆるグラドの工場になります。工場兼オフィス、なんかめちゃくちゃ家みたいな、ね、そうです、家なんです家で看板も出てないので、はい、でこんな同じような家が並んでて、毎回行くたびにこう目の前通り過ぎてどこだったっけってなるっていうで戻ってあここだってなって、見分けつかないんですよ。そうなんですよ。で恐る恐るボタンを押すとあ知ってる顔出てくるんですけど、ちなみに中にあの実際に作るところではないんですけど、なんか番犬とかがいたりとか、結構カオスな感じ で作るところには犬もちろん入れられないんで入れてないんですけど、ワンちゃんいるんですか。ワンちゃんいて、いいな、癒し。そうです。それであの2階以上の上の方でこう皆さんこう手作業でいろんなパーツ組み合わせて、ヘッドホンであるとかレコードのカートリッジの組み上げを行って、であとは出荷場があって、そちらから全世界に製品が発送されるっていうようなところを全部行っておりますね、ここで。へえ、じゃあここが全て、ここがグラドの工場の全て、グラドの全て、全てです、はい、ここが全てです。から世界に製品が、で世界中で、ここから出る製品が世界中、日本も含めて高い評価いただいているので、本当もうファミリービジネスという感じで、グラドはもう大きくもならなければ小さくもならず、同じ規模で自分たちがいいと思ったものだけを作るっていうポリシーのもとやってるので、あの固定ファンっていうのが非常におかげさまで多いブランドになりますね。イメージあります。もうグラドの音みたいな、そうです、ねね、が好きみたいな人も結構聞きますね、うん、今展示会が、ね、できないんですけれども、うん、あの展示会とかでグラドとかこう展示させていただくと、もう大体こうお客様来てもうじっくり10分とか20分とか聞いていく方いらっしゃいますよね、うん、そうですね本当に聞き込んじゃうみたいな、聞き込んじゃう方が結構いて、視聴会みたいなの忘れてみたいな音楽に浸るみたいな、毎回来てくださる方もいらっしゃいますし、うん、本当にこう固定ファンの客は掴んでるんだなっていう感じのブランドですね、はい、まあ、あの YouTube とかでグラドラボって調べていただくと、その作ってる風景とかを見れたりするので、うん、ぜひ一度見ていただくと、はい、こう作ってる、そう工程とかも、そうガチャンってやったりとか、ハンダ付けしてるところとか、そうですね、これちょっとあの皆さん結構好きなんじゃないですか。そう、男心そそられる感じ、ね、くすぐられる結構ドキュメンタリー調になってすごい綺麗に編集されてるので、とても見やすい動画がいっぱい上がってるので、結構あのアメリカのメディアの間でもグラドのラボに行ってこう絵になるこう映像を撮って、うん、YouTube に上げてるっていうところはあるので、とても面白い映像だと。本当にもう昔ながらのものづくりっていう感じでやってますね、はい、じゃあこれがそんなグラドからちょっと新製品が発売されますといったところで、はいはい、次のスライドをお願いいたします。はい、X ドライバープレステージシリーズが用といったところで、本日6月18日に発売されました、X ドライバーといったものを搭載しました、グラドの SR なんちゃらシリーズというものになるんですけども、まあ、グラドオープンヘッドホンの中核
と位置づけられてますプレステージシリーズの、まあ、最新世代といったところで、まあ、その無印の SR なんちゃらの無印の時から4世代目になりまして、で、まあ、新開発の 44mm 系のヘッドホンドライバーの X ドライバー、この X ドライバーを中心として全5モデルを展開しているような形、はい、で各モデルに最適化した個別のチューニングとケーブル、ヘッドホンバンドなどをアップグレードしてさらなる高純度再生と高い耐久性を獲得しましたといったところでして、で今回ですね発売になりまして、で現 CEO のですねジョン・グラドから日本のユーザーに向けてこちらのメッセージをいただいておりますので、グラドさんから、そうですね、社長から、はい、社長ちょっと結構無理言って、はい、初めて日本のこのユーザー日本だけのメッセージっていったところでもらいましたので、皆さんのためにこう撮っていただいたっていう、もうそうですね、はい、ぜひ今日に合わせて、はい、今日に合わせてめちゃめちゃありがとうございます。じゃあ動画の方よろしくお願いします。お願いします。Hello, Japan. John Grado here of Grado Laboratories in Brooklyn, New York, USA. Today I'm going to talk a little about the new Prestige X series of headphones that we've recently introduced. With over six decades of audio design experience, this headphone range is deep-rooted in our New York-based company history. The Prestige series were the first headphones designed by me three decades ago.Building on the award-winning E-Series, the new Prestige X-Series sees a further refinement of its predecessor, featuring new enhanced speakers, an advanced cable design, and a more comfortable headband across its five models. Seen as the best way to experience the Grado sound for the first time, the core performance and design DNA of what makes the Prestige range so special remains within the X series. All headphones are handcrafted at the Brooklyn-based headquarters. The classic signature enclosure design throughout the range is present with the flagship model SR325X retaining its metal housing. The enhanced X series speaker design encompasses a new magnetic circuit that's been revised for improved efficiency in conjunction with a newly designed voice coil and diaphragm to further reduce distortion and enhance harmonic integrity. As a result, the new Prestige series is easy to drive across a variety of portable devices and deliver the best audio performance possible. The new X series also deploys a new cable design offering more durability and flexibility. The 8-conductor and 4-conductor cables now feature a super annealed wire to deliver an improved purity of the audio signal. Being faithful to the recording event is and always will be priority for Grado. Grado headphones have always been designed for comfort, especially when enjoying long listening sessions. The Prestige X series redesigned to the headband improves comfort, which reduces listening fatigue. The Prestige X series is now available in Japan, and we have another shipment all ready to go. I want to thank everybody for watching and happy listening. ハッピーリスニング、ハッピーリスニングが一応キラーワードで、あのハッピーリスニング、ジョン・グラドさんの、はい、締めの言葉になります、ね、すごいがっつりがっつりした、そうですね、お言葉兼ちゃんとした映像みたいな、ね、うん、簡単に一言みたいな感じで送ったんですけど、うん、このがっつりめちゃくちゃしっかりがっつり日本の皆様へっていう、うん、嬉しい、はい、まあ、あの概要は喋っていただいたんですけど、まあ、そこを細かくこれから説明させていただければなと思いますので、うん、はい、でも、はい、あのコメントでも買いましたっていう、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、来てますね、 325X 受け取りました、ありがとうございます、ありがとうございます、ちょっとね、持ってる方もちょっとそれをね踏まえつつちょっと楽しんでいただいたらなと思います、はい。
はい、じゃあドライバーについて、ご説明させていただきます。はい、はい、で今回の X シリーズからですね、まあ、44ミリ系のドライバーを、採用いたしまして、まあ、電気回路を見直して効率、を向上させるとともに、新設計のボイスコイルと振動板を採用することで、歪みの低減と高調波の再現性を高めています。その結果、新しいプレステージシリーズはさまざまな、ポータブル機器での、駆動が容易になり、可能な限り最高のオーディオパフォーマンスを実現しておりますといったところでして、前作の E シリーズがですね、まあ、40ミリドライバーだったということで、まあ、40から44って結構ヘッドホンの中では結構大きい、そうですね、 1.1%、はい、差になるのかなといったところですね。で、まあ、何が変わったのかというと、まあまあ、ボイスコイルを軽量化することによって、まあ、効率化になったといったところですね。で、ドライバー系は大きくなったんですけど、効率、能率は上がってるので鳴らしやすくなってますよといったところですね。でポータブル機でも全然鳴らせるといったところですね。まあ、そうですね、まあ、ドライバーに関しては、まあ、他のブランドだとここでなんかドライバーの分解図みたいな展開図とか出すんですけど、まあ、そこはグラドなので、まあ、考えないで感じてくれと、音で聞いてくれと、頭じゃなく体でって言ったところになります。で、まあ、先ほど申し上げたんですけど、なかなかそのドライバーをメインでして、で各モデルに作り上げていくって他のブランドさんだとあまりない感じがするんですよね。まあ、グラドらしい、まあ、ドライバーをメインにして作ってるっていうところですね。はい、で次なんですけど、はい、まあ、ケーブルを新しく変更されまして、で、まあ、耐久性と柔軟性に優れた新設計のケーブルを採用していました。で、発信ケーブルと4芯ケーブルのモデルがございまして、まあ、あとで各モデルでこちらご紹介させていただきます。で、まあ、スーパーニール処理っていうのを施した、まあ、導線 OFC のケーブルを採用しまして、で音声信号の純度を高めております。まあ、このスーパーニール処理っていうのがですね、まあ、なかなか難しくてですね、私どもこれ来た時ちょっと勉強したんですが、まあすごい説明するとすごい長くなるので、まあ、ざっくり言うと、まあ、そのケーブル線材を、まあ、加工する段階で、まあ、ストレスがかかって、まあ、内部にストレスがどんどん溜まっていきますと。でそれが、まあ、信号の伝送の妨げとかになるので、まあ、特殊な熱処理とかを行うことによってそのストレスをなくしてあげることによって、で伝送の純度を高められる。でその副産物 でケーブルも柔らかくなりますよっていう技術なんですよね。はい、であとケーブルの被膜も今回から編み込みのタイプにやりまして、これ出しますか、出した方がいいかなって言ったところですね。はい、じゃあ前作の SR60 と、今作の SR60X、ちょっと比較してみましょうか。はい、こちらですね、ハウジング部分で、比較できるかなというふうに思います。ピントがいました。はい、でね、あのケーブルですね、ちょっとケーブル見えるかな、いけます、これ。あ、変わってる。そう、この、 あの布でこう編み込まれたようなやつが新しいケーブルで、このつるっとそのビールみたいなもので、覆われてるのが、全バージョンの、そうですね、はい、ケーブルですね。こうなんとなしにこのなんかこうタフネスさというか頼もしさみたいなものが変わっているというところを見て取れますでしょうか。グラドファンのあなたならわかるはず。そうです、グラドファンにとっては結構今回大きなケーブルの仕様の変更ですね。かなり大きいですよね、これはね。安心感ある、すごい。そうですね、というかその元々のそのグラドのケーブルに慣れすぎてなんかすごい変わったなっていう印象が。そのグラド あのヘッドパッドの形状上、そのなんかハウジングがぐるんぐるん無限に回るんですよ。ああ、確かに確かに。固定されてないんで、でケーブルの根元にですね結構負担がかかってしまうので、そうですね、まあ、今回これかなり補強がありまして、だいぶ向上されたんじゃないかなと
これはクラウドユーザーからもだいぶ嬉しい、うんうん、取り回しどうですかってコメント来てますけど、取り回しはむちゃくちゃ細かい話をしたら、前までのグラドって割とそのハウジングぐるんぐるん回るっていうのもあって、一周二周してたんですよね。そうですね、ここで一周二周してたんですよ。でそれを自分で一周二周戻すっていうことをしてたんですけど、それがね結構その被膜自体がこうなんていうんやろ、その元に戻ろうとする力というか、うん、そうですね、形状を保とうとするそのなんか柔軟性みたいなものがあるんで、取り回しはすごく良くなったと思います。うん、よかった。タッチノイズもそんなに気にならないかな。そうですね、タッチノイズ気にならないですね、うん、今回ね。なんかそのもっと減った感じがしますね、はい、タッチノイズにしても使い勝手が良くなったというか、すごくそのモダンな、プロダクトデザインになったかなというふうな印象があります。モダンモダンなプロダクトデザイン、いい言葉。一応すべてのモデルが、うん、まあ、3.5 ミリのプラグになってまして、で標準の変換プラグが付属されます。うん、でケーブル長は 1.7 メートルになりますね。うん、出るかな、こんな感じですね。そうですね、非常に始めやすいプラグなんで、こっちになってるってことは、なんかすごくそのポータブルでも駆動できるよっていうその意図というか、そのメッセージみたいなものを感じるなと。それはそうですね、 E のモデルの代からそういう風になりましたね。うん、昔はさ標準プラグの方でつけていたんですけれども、 E のモデルからはような形態でこう 3.5 ミリのステレオミニプラス標準アダプターっていう形にして、まあ、グラードさん交換した時はやっぱりまあこれからポータブルで音楽を楽しむ時代だから、まあ、手軽にポータブルで楽しめるようにっていう形を考えてそういう形態にしたというのが一応理由だったみたいですね。まあ、相変わらず上位機種の方のモデルではポータブル用にはなってなくて標準プラグでをつけたケーブルなんですけれども、この SR のこのエントリーモデルに関してはステレオミニプラグで対応しているという形ですね。じゃあちょっとワイプで初ワイプの問題、はい、まあ、そういったところで、はい、まあ、大まかな概要はこんなところなので、まあ、各モデル見ていただきたいと思います。各モデルご紹介しますか。はい、今日は一応全機種持ってきてるので、はい、いっぱい並んでるんですよ、はい、浜田さんとかに。じゃあ僕を出しながらでコーさんに喋ってもらうみたいな感じで。そうですね、はい、じゃあ僕はこうピントを合わせる仕事をします。じゃあ、まあ、一応エントリー機の位置づけになります SR60X になりますね。まあ、こちらも上位機種と同じ X ドライバーを搭載しておりまして、で、まあ、こちらのモデルは4芯のケーブル、で、まあ、パッドが一応 S っていうパッドになりますね。一応標準的なもの、うん、で、まあ、左右の音圧差がまあ、0.1 デシベル以下といったところで、これまあ一応グラドで全部ハンドメイドで作られているので、そういったところも気にして作っているような、そうですね、はい、まあ、音はまあグラドのまあエントリー機種といったところで、まあグラドの音をまあ気軽に始められるといったところで、まああまり今の時代だからこそ有線をこれから始めたいっていう人とかにも有線の良さ、開放型の良さっていうのを、まあ、気軽に始められるんじゃないかなといったところですね。うん、であともう一つ変わったところがありまして、パッドにですねクッションが、入っております。で 325X 以外は全部このヘッドパッドになったんですけど、そうですね、わかる、わかりますよね、なんかわかりやすいなこの図。そう、ヘッドバンドのところに今まではこっちのこのなんか割と硬いレザーっぽい感じの素材やったんですけど、太くなってる。そう、新シリーズはふわふわの優しい素材に変わってるのよね。クッションがついてますね。まあ、なんか他のメーカーさんだと当たり前かもしれないですけど、まあ、グラドにとっては大きな出来事だっていう。はい、まあ、結構固くなにこの感じでしたよね。そうですね、ずっとその感じでしたね。はい、でワイヤレスの GW100 っていうモデルから、まあ、クッションつき始めたんですけど、まあ、カジュアルラインにはパッドがついたかなっていうところですね。うん、はい、優しくなりましたね。でもなんかこの形ってかっこいいじゃないですか、ヘッドバンドがこう薄くてレザーっぽいみたいな、うん、それをなんかちょっと継承しつつ、うん、でもこう優しさのクッションがついたっていうのが、はい、いいですね、デザイン的にも。そう、でも上部はなんかそのステッチ風の
そうですね、デザインになってるので、これめっちゃかっこいい。そうです、右なんかあれですけどステッチが入ってるようにレザー調に見えるっていうのも、これ一番エントリーの価格帯のものでもデザインめっちゃかっこいいですね。なんか全部ハンドメイドでっていうのが、はい、ありがとうございます。これが SR60 60X です、はい。まあ、14,080円と、そうですね、本当のグラードヘッドホンのエントリーのエントリーですね、はい、ところで、はい、次のモデルいきます。 SR80X というところですね。1991年に、登場いたしましたグラード初の、グラードのヘッドホンがこの SR80 というモデルでして、で、30年間愛され続けているモデルでございまして、これで4世代目となっております、うん、はい。まあファーストモデルっていったところであって、まあグラードの思いなんていうんですかねが一番詰まってるであろう商品ですね、うん、でこちらも4芯ケーブルで、ポリカーボネートハウジングで、ヘッドバンドも先ほどのもので、まあ、S クッションで音厚さも 0.1 デシベルといったところで、まあ、音はまあ原点のザ・グラードサウンドといったところで、まあ、低域もあの開放型ですけど低域もしっかり出てて、まあ横の広がりもありますよといった、製品でして、でイヤホンの秋葉原店の3階のスタッフさんで一番これが、うん、良かったって言われましたね。もう人気一番人気でしたね。あ、よかった。浜田さんどうですか、この音。僕はね、まあ、YouTube を見ていただきたいところもあるんですけどね。あ、うちで話してます、ね。YouTube で、この各機種のですね、こんな使い方いいんじゃないですか、ね、話してるんで、はい、よかったら、いい話になっちゃうので、いただきたいとは思います。見ました。見ました。やっぱりあれですよね、そのエントリーの、機種であったとしても、やっぱりそのグラードサウンドが手に入るっていうところは大きいかなと思います ね。 そうですね、はい。やっぱり昨今、Bluetooth 機器がすごく多いので、うん、Bluetooth の機器に慣れてはいたんですけど、まあ、やっぱ有線っていいよねっていうのをね、再認識できるというか、濃さというか、そういうのをね、味わえるんかと思います。はい、これも1万、2万円ぐらいで買えるっていうね、非常にお買い得なんじゃないでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。ウィクウィク。はい、で30年間走ってる製品なので、こちらも要チェックで。はい、僕の1年先輩なんですけど、どうでもいいですけど。はい、で次、続きまして、はい、SR125X といったところですね。で、まあ、こちらは発信ケーブルで、まあ、その他は一緒になりますので説明を省かせていただきます。で、このモデルから発信ケーブルになりますね。はい、音の伝達する情報量が一気に上がるというところで、うん、結構この辺から音の差が出てくるかなと、ハイファイサウンドの指向になってくるっていうふうには感じましたね。やっぱりちょっと80と比べる方も4芯と8芯でいらっしゃると思うんですけど、うん、やっぱり125になると、まあ、広域の、まあ、クリアさっていうのが顕著に出てきまして、スネアのスナッピーの響きとかが非常にクリアに出てくる、ヘッドホンでして、で、まあ、製品の中で一番フラットな印象かなと私は思ってますね、はい、真ん中だけやってる、はい、まあ、音もかなりタイトになってまして、まあ、どんなジャンルでも合いやすいかなと、はい、そうですね、下2つは本当完全にエントリーっていうような位置づけですけど、この辺りからこれより上の方になってくるとこうこだわりを持った方がこうハイファイ指向の音を求めるときに使ってもご満足いただけるような音作りをしているかなというふうに思いますね。825、225あたりですかね。このあたりからあれですよね、やっぱりそのグラドの音というふうにこうなんかこうどん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 主張が強くなってくるというか、そうですね、色が濃くなってくるというか、はい、エントリーを脱するポイントがこのあたりなのかなと、ね、高音とかをちょっと聞いていただくと結構透明感とかが一気に出てくるので、うん、刺さるわけではないけれどもこう澄んだ高音みたいな音が出てくるので、本当開放型の良さっていうのが一気に味わえるモデルはそのあたりからかなというふうに思います。そうですね、はい、これまた徐々にグラード色が強くなってきてますからね。そうグラード色の階段をね。そうですね、
これどうでしょう、ここの段階でイヤパッドとか言っときます？まだ後にしておきましょうか。あ、次のやつ。じゃあ次のでいきます。はい、わかりました。次のでいきます。次ので、はい、はい、次で SR225X といったところでして、でこのモデルがもう発信なんですけど、でポリカーボネートハウジングでその他一緒でして、でパッドが変わりましたよと、うん、F クッションというですね、真ん中の空いた平べったい、ね、ドーナツ型のクッションですね、はい、パッドになってまして、まあ、非常に抜けが良くて、まあ、ドライバーの音が直接聞けるっていったところで、グラドの人気、かなり人気いただいております限定のヘンプヘッドホン、ザ・ヘンプヘッドホンっていうモデルがあるんですけど、それからまあ新登場した F 型パッドで、まあ、非常に人気の製品じゃないパッドになってますね。で、なんか結構その何ですかね、グラドの昔からのファンの人とかって、うん、S パッドの真ん中くり抜いて使ってる人とかいたんですよ。自分で。そう。で、まあ、音の抜けが良くなるっていうところでやってる人が いたりとかしたんですけど、まあ、その方にも答えられるんじゃないかなと。くり抜かなくても良くなったよ。そうですね。で、はい、で最後持ち積む差が、まあ、0.05 にまでなってますよと。でまあ、パッドも変わったこともあって、こちらからかなり音の厚みが上がりましたね、はい、でこれあれでしたね、あの鎌塚社長が一押しの。そうですね、一応これがプレステージシリーズの中で一番いいかなというふうに。一番って言っちゃうんですか。一番、二番争う。一、二を争う。一、二を争う作品。やっぱあの F クッションになって音の濃密度が一気に上がるっていうのと、あと325ももちろん一番あのプレステージの中でフラッグシップ機でいい音なんですけれども、この225までで使われているポリカーボネートメインのハウジング、これがとても軽量でやっぱりつけ心地がいいんですよ。なので長期落ち着いてリスニングする時等にはやっぱりこの軽さっていうのは重要になってくると思うので、225っていうのはあのじっくり音楽をゆっくり楽しむには最適かなというふうには思ってますね。125もいいですけど、やっぱり F クッションの音恵による音のこう浴びるような濃密さっていうのを出せるのは225ではないかなというふうに思います。はい、このクッションが結構肝になってるみたいな。そうですね、グラドはクッションは結構肝ですね、本当に。これの製品 そのイヤーパッド部分って、あの多分ね、そのアイコン的なんですよね、他のヘッドホンにはないその質感というか、そうですね、確かに、とまあ、シェイプもそうやし、あの何やったらその目つぶっただけで触ってグラドって分かるヒントがこれの確かに確かに、うん、このなんでこの材質というかこの感じのものを採用しているヘッドホンって多分ないと思う、ね、そうですね、ウレタンでもグラドはメーカーとしてもそのイヤーパッドっていうのは消耗品として考えているので、うん、まあ使い倒していくうちに、まあ、自分の耳に馴染んでいって結果は使えなくなってまた新しいの買ってっていうのをやっていくので、うん、あのイヤーパッドは非常に重要なパーツの一つですね。あの選ぶときにイヤーパッドによって音が結構変わったりするので、そこで合う合わないちょっとイヤーパッドの視点から考えてみてもいいかなというふうには思います。あとあんまり言うことでもないんですけど、あのサードパーティーさんでグラド用のイヤーパッドとかも結構作られているところありますので、あのその辺と組み合わせてみてもいいかなとか、まあ、楽しまれている方も実際いらっしゃいますし、あのグラドの音はいいけどちょっと耳に合わないなっていう人なんかはそういった選択肢もあるんじゃないかなというふうに思いますので、イヤーパッド変えて音の違いを楽しむっていうのは一つの楽しみ方ですね。よっしゃ、じゃあ次いきますか、最後の最後の、ね、今回の一番のお兄ちゃん。お兄ちゃん明らかに字数が多い。はい、まあ、こちらのは93年に発売され、ましたで、あの SR325 というモデルがですね、93年に発売されまして、で、まあ、SL シリーズの中で一番、まあ、値段も高いですし、まあ、常に高い評価をいただいてまして、まあ、こちらも4度目の、進化になります。あ、そうだ、無印 IEX と
なってます、はい。で、グラドのヘッドホンのハイエンド系だとメタルハウジングのものとかが、出てくるんですけども、エントリーのラインナップで唯一メタルハウジングの、製品となっております、はい。かっこいい。かっこいいですか。ここまで来てよ、もうなんかもういよいよグラード持ってるって言ってもいい、ね、確かに。なんか昔はあの一番そう最上位のグラード持ってて、なんかグラード持ってるって言うわみたいな感じだったけど、ハイエンドのモデルもイメージありますね。じゃあね、そうやね、こっちこれはあえてこれ選んでんねっていう感じするもんね。かっこいい、かっこいいですね。うん、スラッとしてる。ポリカーボネートハウジングもやっぱり先ほどおっしゃられたように、あの軽量でいいんですけど、やっぱね、金属ハウジングの良さってあるよね、性能性があるもん ね、 ね、はい。ちょっとヘッドバンドがね、ここだけ。そうですね、こちらに関しては、はい、まあ、レザーのレザー調のですね、ヘッドバンドになってまして、クッションはない、ね、クッションないですね。ステッチが白い、はい、そうですね、ホワイトステッチ仕様になってますね。かっこいい。これも今回から白ステッチになってます、はい。わかるかな、見えてます。はい、見えてる、見えてるよ。いいのよ。そうなんですけど、まあ、高級車とかにも使われているような、うん、はい、デザインになってますの で、 でこちらもう発信のケーブルになってまして、ハウジングが、まあ、メタルハウジングのもので、まあ、レザーバンドで、こちらも F 型のクッションになってます、はい。で、まあ、こちらも左右の音圧が 0.05 デシベル以下となっております。で、音の特徴はですね、とにかく今回の325はですね、中域の表現が生々しくてですね、すごく好きなんですよね。好きなんですよね、好きなんですよね、個人の感想をいただきました、ね、はい。ボーカルとかあのサックス、うん、あの聞いた時に、あの、なんですかね、音聞いた時にその空気感っていうか、サックス吹くと、まあ、空気の成分とかも一緒に出るじゃないですか、うん、その丸い感じがポンと出てくるのがすごく、あの、生々しく感じまして、うん、で、低域もかなり厚めに、開放があったとは思えないほどかなり低域厚めになってまして、で、E の時はこれ言うか迷ったんですけど、うん、E は広域かなりギラギラの、そうですよね、めちゃくちゃ派手なヘッドホンだったんですけど、で、今回ちょっと抑えめになってます、はい。ただ攻撃はかなり出てます。ちょっとマイルドになった、マイルドになっ、 E と比べるとマイルドになってるんですけど、うん、他の普通のヘッドホンの中では結構出てる方だと思います、はい。今日あのお客様の レビューツイートとか見たんですけど、攻撃ちょっと刺さるかなっていう人もいたんですけど、はい。まあ、E の時比べ、時比べたらだいぶ前になってるよって、はい、なるほど、ね、はい。ただまあメタルハウジングならではの攻撃の伸び、ね、メタルハウジングならではの独特のこの高音の響きは結構特徴的で、癖になる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います、ね、はい、独特の響き方ですよ。こういう浜田さんのツイッターのアイコン、グラドでしたよ、うんうん、そうなんです。ありがとうございます。今つけてて、今ふっと思って、なんか浜田さんアイコングラドやったなって、つけてたなぁ言ってね。ありがとうございます、はい。あのあれですね、あの YouTube でご紹介させていただくタイミングで、うん、あのお借りさせていただいてなんで、うん、アイコンにしました。ありがとうございます。あのかっこいいヘッドはグラドだった。そうなんですよ、久々にね、有線でがっつり聞いた時に、なんかやっぱり有線いいなってこう久々に寿司を食ったような気持ちになりました。やっぱ日本はいいな、ね、たまに有線聞くと本当いいなと思いますよね。今までってやっぱちょっと軽かったなみたいな、密度がちょっとあれやったなと、まあ言ってもそのいろんなものがあるんで、一概には言えないんですけど、そうですよね。あ、でもやっぱね、久々にやっぱりその有線でしっかり音聞いてみようかなって思った時に、グラドってその全体的にやっぱりその
ピュアオーディオな方が多いと思うんですよ ね, そうですね、ファンの中で、はい、でそういう目線というかそういう記憶、自分 の, その入社当時ぐらい の, そのイメージでもう一回聞き直したんですけど、いやこれは EDM とかロックありやなっていうふうにいろいろ再認識したので、今回 の, その5機種ですね、あのどんな音楽に合うのかなというのでね、いろいろ秋葉原店、あの日本橋本店、名古屋大須店などなどでお試しいただきたいと思っております。ぜひです。お願いします。そんなこのグラドなんですけど、なんか買うといいものが、あそうです、ね、今買うといいぞって振り方がぬるぬる、なんか買うといいものがそれはなんかバンって言わん方がいいな。お得なキャンペーンがあるんですよ、はい、どどん、はい、お願いします。初回購入特典ミミマモプレゼントって言ったところです。ミミマモプレゼント、ミミマモがプレゼントされるということで、そうですね、はい、各パッドにあったものをあのその場でお付けしておりますので、まあ、数限定なので、はい、だってミミマモだけでもだって買ったらどのくらいや、結構しますよね。ミミマモのあの林社長とちょっと懇意させていただいておりまして、うん、そうなんですね、はい、まあ、あのそれはグラドつくつか、グラドに耳もつくかつかないかみたいな話から昔から始まってたんですけど、はい、まあ、それであのグラド貸してくれって話になって、で弊社の方からいいですよって貸し出して、で耳ものこう適合とか見てて、で今度一緒になんかキャンペーンいいタイミングがあったらやりましょうみたいな話してて、ただ今回ちょうど SR シリーズが一新されるので、あのよければプレゼントさせていただいて、耳もさんと一緒にこうプロモーションできればなと思って、はい、今回企画させていただきました。 M ですかね、サイズは M と L になりますね。 M と L、はい、S パッドの3機種が M、うん、なんかごっちゃになるな。F パッドのものがミミマモの L に、はい、あなるほど、はい、そうちょっとありがたいってコメントが来てます。ちょっとありがたいですよね。でもミミマモ、そうですね、ミミマモのヘッドホンカバーは本当にいいものなので、はい、あのつけてると、あのグラドのヘッドホンのイヤーパッドどうしてもちょっと消耗品なので、あのミミマモさんのヘッドホンカバーつけるとこれは結構軽減されてきますので、ぜひぜひつけてみてください。とても気持ちよいし、ちょっと音変わるかもしれませんけど、あんまり影響ないかな。この時期とか特にね、ああの群れとか気になるんで、特に嬉しいかもということで、皆様ぜひあの期間なくなり次第終了なのかな。そうですね、なので、はい、欲しいなと思っている方はぜひ、ね、このキャンペーンついてる時にご購入いただけたらなと思います。お願いします、はい、ありがとうございます。ということでグラドのご紹介でした。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで、次のコーナーに行きたいと思うんですけど、あのあこちらです、ドン。これじゃない、ドン。何このゆるいやつ。これ待ってくださいね、あの普通に普通音のコーナー行くんですけど、あのいつもスライドがあるんで、ちょっとそれだけ準備してもらう。皆さんのあれ読みましょうかね。あのちょっと、はい、ナイコムさん、ナイコムさん新発売時にいろんなものいただけるイメージです。優しい会社みたいな。めっちゃやってますね今。はい、他にも2つくらいキャンプやってます。そうですよね。あ出た、ふつおた。はい、ふつおたです。はい、こちらのコーナーはあのリスナーの皆様にテーマに沿った内容で お便りをいただくというコーナーになっております。今回のテーマはこちら、好きなイヤホン、ヘッドホン、密閉型派、開放型派っていう、ちょっとグラドのね、今回ご紹介する製品たち、グラドといえばやっぱ開放型ですから、バリバリ開放型派ですよ。ですよね、ですよね。開放型派のオスと言ってもいいぐらいグラドは開放型ですからね。はい、そんな営業さん前にめちゃめちゃ失礼かもしれないんですけど、でも開放型の良さ、密閉型の良さ、どちらもあると思うんで、まあ、どっちの方が持ってるよとか、どっちのねイヤホン、ヘッドホンが、あ、イヤホンも聞いてるんで、イヤホン、ヘッドホン、どっちが好きかなっていうので、今回はあの皆様に応募しました。あのこれ本当関係ない話なんですけど、イヤホンの公式ツイッターがね使えなくなって、でなんか今日普通と集まらんのじゃないかと思ってヒヤヒヤしたんですけど、たくさんコメントいただいても本当にありがとうございます。ありがとうございます。ケンちゃんさん、オープン大好き、グラドですね。ありがとうございます。ありがとうございます。
当分は大好き。はい、じゃあそんなこんなで読んでみようと思います。読み上げていただきましょうか。どんなお便りが来てますか。というか何派ですか。何派何派の人が来てるんですか。はい、じゃあペンネームスローさんいきましょう。はい、ハマちゃん、谷美久さん、そしてナイコムさんからジョングラドさん。ジョングラドさん来てないんですよ。似てるね、これはスローさん。似てるね。似てたね。さすがやな。こんばんは。今回のテーマですが、やはりヘッドホンだとオープンエア開放型ですね。ヘッドホンは自宅で腰を据えて楽しむことが多いので、空間の広がりを楽しめる開放型が好みです。とはいえ、外で使用する際に音漏れの しない密閉型やいいとこ取りのセミオープンも愛用しています。うん、グラドはデザインも素敵なものが多いので、聞くだけじゃなく眺めて楽しむのも良きです。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。結局のところ全部好きって言ってるんですね。いや、そうです、全部好きです。まあでも開放型がその中でやっぱこう何ですかね、こうシチュエーション関係なく、うん、じゃあどれで今音楽聴きたいですかって言われたら開放型かなみたいな感じなんじゃないですかね。うん、まああれですもんね、うん、その塞ぐよりかは開けとった方がええっていう話はよく聞くんですよね、うん、ヘッドホンにしても。そうですね、うん、確かに。理由がなければオープン型の方がみたいな場合は有利という話はよくよく聞きますね。まあ確かにね、こう場所によるグラドがそうなんですよね。あの密閉型作んないのは密閉型だと好きな音が出せないし、それは原音じゃないっていうコンセプトでやっぱりオープン型にこだわって作ってるっていう話。うん、ただグラド1個だけ密閉型作ってるんですよね。おグラド唯一の密閉型グラド限定版みたいなやつで。あ、ブッシュミルズですか。あ、そうですね。あのウイスキーの会社のウイスキーの樽を作ってる会社だっけな。いや、気圧やブッシュミルっていうウイスキーのそのウイスキーをこう醸造させてる樽で作ったハウジングのヘッドホン。うちでは取り扱い一切なかったんですけれども、 ね、それは密閉型ですね。でもあれでも多分セミオープンなんですよ、そう厳密に言うと。なんです、まあ、そういうのも企画もんではたまに単発で作ったりはしますけど、ね、まあなるほど。ちょっと密閉型のグラドっていうのもね、はい、見てみたいです。まあでも厳密なこと言ったらグラドイヤホンもありますからね。まああれは密閉型ですね、完全に。確かに。GR10、GR8、GR10E、GR8E とね、完全ワイヤレスもありますからね。そうそう。あれはそうか。あるんよ、ほんまは。めちゃ、なんかヘッドホンのこのイメージがめちゃくちゃあるから。わかる。ね、あ、イヤホンあったみたいになった。1000シリーズのですね。1000シリーズのイメージ大きくない？1000シリーズ。SP1000 とかの。そうですね。PS1000、2000、3000。とあの金属ハウジングの。木のやつめっちゃイメージ。グラドといえばやっぱあれやね。そうですね。木の。へえ。開放型の憧れのモデル。ハイエンドの。うん、そう。そうです、なんか高いイメージがあったんで、今回これでって言われた時にこんな値段であるんやってちょっと思っちゃって、私めちゃくちゃ高いイメージ あのハイエンドのイメージがすごく、うん、大丈夫、俺も高いイメージあるよ。えですね。それがあの一番ね、あれで1万っていう。ここ最近のグラドはちょっと違うんですよ。あのワイヤレスモデルが出たりとか。そうですね、ヘンプっていうモデルが出たりとか、そのちょっとなんというかユーザーフレンドリーな感じの雰囲気っていうのがちょっとあるかなと思うんですよね。ちょっとトレンドはね、考えた商品を出してきてますよね、最近は。あの先ほど3代にわたってっていうのがあったと思うんですけれども、はい、まあ、ジョセフ・グラードさん、創業者の方がいて、でジョン・グラードさん、まあ、この方メインで今でも社長で、さっきご挨拶いただいた方で、彼がメインのエンジニアでほとんどの商品作りやってるんですけれども、まあ、ジョン・グラードさん現社長の息子さんの世代が最近こう商品の作りにこうフィードバックとかも、うん、あのくれるようになっておりまして、多分そういったところからちょっとワイヤレスやってみないとか、そういったはこうインスタグラムの方で集客してみるとか、新しいアプローチをしているので、あの若い世代が入ってきたことによって多少これからもグラド商品作りっていうのは影響を及ぼしていくのかなというふうに思ってますね。ただまあコアとなるようなところは変わらないとは思うんですけれども、いろんな新しいことを始めるんじゃないかなと、我々はちょっと代理店として大変期待はしてます、うん、はい、楽しみです、ね、楽しみです。お便りはどんなものがございますか。はい、お便りいきましょう、はいはい、ペンネームあきさん。あきさん、皆さんこんばんは。こんばんは。密閉型派か開放型派と聞かれたらどっちも派ですね、うん、僕はイヤホンばかり所有しているので密閉型ばかり使用していますが、一つだけセミオープン型のイヤホンを使用しています、はい、圧迫感ゼロで横に広く聞こえて疲れなくてとても良いです、うん、耳に負担を
かけたくないとき、疲れているとき、ながら聞きのときはセミオープン型一択です、うん、開放型ヘッドホンも良さそうだなと思い始めてきているところなので今夜の放送楽しみにしておりますってこと、ありがとうございます。ちょうどいい放送、 SR80X をお勧めしようと思います。グラドを始めるならこのあたりがね、私的にはいいんじゃないかなって思います、うん、そうですね、初めてのグラド、初めてのグラドに、うん、いいと思う。めちゃめちゃいい放送じゃないですか。割とグイグイってすいません。80ぜひ、はい、80いいと思うんですけどね。いいですね。ちょっとどんどん行きましょう。どんどん行きましょう、はい、はい、ではペンネームこみみさん。こみみさん、イヤホンは外でも使うから密閉派ですが、ヘッドホンは室内でしか使わないので開放型派です。なので使っているヘッドホンもグラド GH3 とポータプロプレミアムリズムベージュ、ベージュです、です。ベージュ、リズム、ベージュ、ごめんなさい。GH3 を使っていただいている。GH3 を使っていただいているってことで、全部開放、ヘッドホンは開放型って感じですか。はい、というかやっぱりお家で使われてるのかな。お家で、ね、そう書かれております、ね、そうですね、はい、イヤホン、外はイヤホン、お家では開放型のヘッドホンってい う, これでもめちゃくちゃいい楽しみ方な感じが。結構アメリカなんか行くとね、あの開放型であろうが何であろうが電車の中でガンガン鳴らしてる人いっぱいいるんですけど、アメリカ、それはそれでなんかみんながそれで全員それやったら嫌な気持ちにならなければちょっと日本ではハードルが高いかな。静かですかね、電車ないもん、ね、むしろ俺の聴いてる曲聴いてくれぐらいなレベルで、あの、あ、なるほど、ね、この曲いいねみたいな。なんかいいっちゃいいですね、それ。それはまあアメリカではグラドね、電車乗ってても見かけたりしますけど、日本ではちょっとさすがに見かけないですね。開放型のヘッドホンをなんかそのお散歩で聞くのはなんかすごいありやなという気がしますけどね。そうですね、はい、実際 GW100 とか、うん、あの散歩だったらワイヤレスのヘッドホン出してる、グラド出してるんですけど、まあそういった散歩とかで使ってる方とか、うん、まあ、GW100 であのお散歩できる人多分めっちゃセンスありますよ。すごい心に余裕あんねやろなって思って心に余裕、そうそうそう、時間もちゃんと作れてね、お散歩もできて、そうですね、逆にそれをすることによって余裕ができるかもしれない。やっぱりグラドはいいところですね。でも開放型ヘッドホンつけてお散歩ってなんかさらにこう音楽も相まってより開放感ありそう。いや素敵よ、素敵。いや、一度試してみてください、うん、お試しください。お試しください。じゃあちょっと最後いきましょうかね、はい、はい、ペンネームヤンヤンさん。開放型が好きです。持ってるヘッドホンも開放型が多いです。ポータブルだとボタンを使っても満足しないので結局ヘッドホンは据え置きで聞いてしまいます、うん、はい、だから音漏れは気にしないですということなんで、まあ、こっちの方もお家で聞かれてる感じですかね、うん、なるほど。やっぱ開放型好きな人が結構今回多かったですね、うん、意外っていうか。そうですね、密閉のが多いですからね。そうですよね、が普通にこう外で使われてるようなイメージがあったんで密閉型が多いんかなと思ったら開放型ってことで、ちょっと最後もう一つ読んでもいいですか。ぜひ。ペンネーム花ちゃん。セミオープンです。具体的にはホステックス T60RP かな。でも全部好きやもんな、びっくり。ありがとうございます。あ、ダメですね、グラド界なのにね。そうですね、他社のもの出すなと。いやいやいや、ホステックス、セミオープン、セミオープンかな。あ、でもセミオープンもね、いるんじゃないかな。あ、でもそう、最初の方はセミオープン、結局全部好きなんですけどね。まあ、だからどれもだから結局どれもなんかどれも良さがあるっていうところなのかなって思います。皆さんたくさんのお便りありがとうございました。ありがとうございました。はい、そんな感じで、はい、グラド開放型ヘッドホンでした。もう締まりが悪い。はい、まあ、そんなこんなでちょっといいイヤホンからお知らせがあるので、そちらちょっとお知らせのコーナーだけ行かせてもらいます、はい、お願いします。はい、キャンペーン情報、はい、はい、いいイヤホン限定キャンペーン、アンティームのショー DD ザヘッドザハードフォーム MMCX をご購入した方にイヤホンケースをプレゼントしております。こちら先着順でなくなり次第終了となりますので、ぜひお早めにお願いいたします。はい、では続いて、はい、オーサウンズサマーキャンペーンっていうのが行っております。
ちょっとお安くねご購入いただけるので、まあ、ワイヤレスイヤホンとか結構多いのかなと思うので、なんか欲しいなと思ってる方はぜひぜひ社長すいません、いや見入ってくださってる、はい、ぜひぜひ今のうちにねご購入してください。今日からこのキャンペーンで始まっております。はい、次ジャブラセール、こちらは昨日から始まっております。これスピーカーなんですかね。スピーカー400、ジャブラスピーク410がスピーカーマイク半額にもなってないからね、ちょっとだいぶお買い得になっておりますので、ぜひぜひこちらも欲しいなという方は今買ってください。はい、はい、次、はい、ファルコン割引キャンペーン実施中ということで、ちょっとこういうのもね割引のお値段とかちょっとウェブとか見てもらったら分かると思うので、ぜひあのイヤホンのウェブページ見てほしいんですけど、もう人気のね3冠受賞してるあのファルコンがお得になってますので、ぜひこちらも購入を考えている方はぜひぜひ今のうちにお願いします。はい、そして週末のイベント、すぐイベントかな、週末のイベントの告知、あごめんなさい違った、はい、ウォーズの大丈夫です、ウォーズのサマーボーナスセールを行っております。こちらが今週末までなってるので、ウォーズ製品ご購入したいなという方はぜひぜひお早めに、というか今週末までにお願いします。はい、まあ、あのセール情報ウェブページいっぱい載ってるんで、ぜひそちらの方も詳しく見てってください。そしてはい、今週末、はい、日本橋グラド新製品試聴会ございます。ありがとうございます。はい、グラドの SR シリーズ試聴会イベントで、その他グラドのラインナップもご視聴できますよということで、あの関西にお住みの皆さん、日本橋本店にぜひぜひ行って、今日ご紹介した製品も並んでると思いますので気に入ってください。お願いします、ね、今回の新しいシリーズもいいんですけど、やっぱりウッドがいいところもあるよね。わかるっていう、こうやっぱりウッドとか、やっぱりでもこっちもいいみたいな、いろいろねシリーズ聞き比べて、コンパクトでいいんやけどね、ウッドもいい。それをね聞き比べてもらったら、関西の皆さんぜひぜひ行ってみてください。お願いします。お願いします。はい、こんな感じのイヤホン TV なんですけど、はい、いかがでしたか。楽しかった。感想を求めるスタイルで行こうかなと。楽しかったです。ありがとうございます。どうでしたか。まあ、緊張しましたね。あ、なんか全然どんどん、はい、僕、コウさんめちゃくちゃ緊張してるなと思って。だんだんほぐれてる。そうですよね、はい、もうこんなセット私やったら多分喋れないなって思う。225が好きあたりからちょっと元気になってきました。でもなんか分かります、あの個人的感想みたいな、はい、グラド、そうですね、あのグラドってあの、うん、ポン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 商品出してくるメーカーじゃないので、そうですね、はい、うん、このプレステージシリーズの一新っていうのが約7年ぶりなんですね今回。そうなんです。なんでおそらく、まあ、それほどあの見ていただいた通り、あんなバラックみたいなところで組み立ってるんで、製造ラインっていうのもそれほどなくやってますので、うん、この商品も多分7年間ぐらいこうロングテールで長く売っていく商品になると思うので、ぜひイヤホンのお店の方に来られた方、視聴してみていってください。なんかいつか買いたくなればいいかなっていう感じで、うん、はい、ぜひぜひちょっと気になっててくれればいいなって感じです。ずっとありますので。あ、浜田さんのちょっと、ね、衝撃やったのが 60X かなっていう。こうなんせ安くない。そうですね、お買い求めたにエントリーできるって思ったら、これはもうとりあえず分からんくなったらこれ買って買えるのもありですよ、うん、だと思います、はい、浜ちゃんのおすすめ、はい、財力がある人は、2000の方のシリーズを購入してください。そうです、はい、ウッドハウジングのやつが目印です。ウッドハウジングのやつ、はいはい、そうですね、ウッドハウジング系も本当に今世界であの争奪戦になってるくらいちょっと本数少ないので、うん、まあ、本当に欲しい方はぜひお早めにって感じで。ヘンプは抑えとったらよかったって今も後悔します。
ヘンプはまだ人気ですね。グラドの上の方のモデルの話になってしまうと、うんうん、あの不思議でもないんですけど、売れ筋として結構バランス端子っていうのをお買い求めになる方が多いですね。あのグラドの方では4ピンのバランス端子のヘッドホンを出してるんですけれども、そうなんですよ、先端がね、そうなんですよ、4ピンのこっちのタイプじゃないやつが、はい、でバランス端子の、はい、備えられる、備えているヘッドホンアンプを使ってもうバランス駆動で聞くっていうお客様結構、まあ、特にこの、ね、自粛期間になってから多いかなっていう感じなの で、ね、いいヘッドホンアンプといいヘッドホンを揃えて、うん、こうじっくり家で音楽を聴くっていうスタイルが、まあ、定着してきた人もいるのかなと思ってますし、うん、もしよければ機会あればそのバランス駆動っていうのでも音を聞いてみてみると楽しいと思いますね。ぜひ聞いてみてください、はい、イヤホンもね、あの視聴器あるんでですよね、はい、はい、あると思います。そちら、はい、いいイヤホンでもね、ぜひぜひご視聴していただいたらなと思います。それでは今回、本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、締めますね、はい、はい、イヤホン TV は毎週金曜夜8時からイヤホン公式 YouTube チャンネルで放送中です。YouTube チャンネルをチャンネル登録していただくと放送開始時に通知が表示されますので、見逃したくないという方はぜひぜひ登録の方お願いします。10万人目指しております。はい、また私やハマちゃん、ハマちゃんね、もうツイッターやってますのでぜひフォローお願いします。ナイコムさんも、あ、ツイッター、はい、ツイッター、インスタグラム、あと各営業のアカウントをやってます。そうですね、私の、はい、うん、ぜひツイッター、あと YouTube チャンネル、そうそうそう、 YouTube チャンネルもありますので、ただ先ほど の、 あのグラドのから、グラドからのメッセージ動画をその YouTube チャンネルにアップしてますので、さっきもちょっとあれだったんですけど、はい、あ、いつでも見れるよってことなん で、ね、ぜひぜひ、じゃあ、はい、ナイコムチャンネルも、はい、こちらもチャンネル登録していただけるとしましょう、皆さん嬉しいです、はい、お願いします。はい、じゃあこちらもフォローお願いします。それではイヤホン TV、 今週もお付き合いいただきましてありがとうございました。また来週お会いしましょう。バイ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 、ありがとうございました。